どうも皆さん、こんにちは。大宮マリでございます。はい、ですね、それでは今回も、動画の方を撮らせていただきたいと思います。はい、それでですね、その前にですね、皆様、2週間ほど動画の方、届かせてしまい大変申し訳ございません。はい、寝てるのもですね、ちょっとね、メンタル的な面ね、が主なんですけどね、ちょっと体調の方を崩してしまいましてね、ちょっと動画の方を撮ったり、本読んだりとかすることできなくて、ちょっとね、動画出すことできなかったんですけどね。まあね、ちょっとね、回復してきたっていうのがある、もありますし、まあね、皆さんね、お待たせするわけにもいかないのでね、まあちょっとね、今回ね、今回からね、頑張って投稿していきたいなと、そういうふうに思います。はい。それでですね、まあちょっとね、まだね、回復、ちょっとね、本調子じゃないっていうのとね、あとね、例年通りね、ちょっとね、春先でですね、花粉症の方ありますのでね、ちょっとね、お聞き苦しいところあるかなと思うんですけどね。まあ、そちらにちょっと編集の方でね、補っていこうかなと思いますので、ご一緒いただけたらなと、そういうふうに思います。はい。ですね、まあね、今回ですね、ちょっと読書か、またはね、読書関係なんですけどね。まあね、今回ちょっとね、またね、読書雑談っていうことで、まあね、昔読んだ本のね、紹介の方させていただきたいなと。そういうふうに思います。はい。まあね、というのもね、皆さんですね、まあ昨今ね、結構、ご自宅で過ごされる方多いかなって、そういうふうに思うんですけどね。まあね、最近ね、まあ某ね、某影響で、ちょっとね、まあ在宅で、お仕事されてたりとか、あとはね、学校の方お休みになってたりとかね、そういう方多いかなと思いまして。まあね、私もね、だいぶね、暇になってきているね、状況でね、まあね、家で暇してるんでね。まあ、そういう中でね、結構、お家でできる、家の中でできる、まあね、娯楽、本当に本、それこそね、読書だったりとか、ゲームだったりとかね、そういうのね、人数がどんどん高まってきてるっていうね、話もね、ニュースの中でちらほらとありましてね。まあね、私自身はね、やっぱり本のね、レビューアーとしてね、まあ皆さんに本を紹介していく中でね、まあせっかくです。こういうね、せっかく時間もあるんだから、やっぱりね、本をね、読んでほしいなって時間がある中でだったらね、っていうね、ふうな思いがありますのでね、まあね、今回ね、ちょっとね、昔読んだ本の中でね、まあ、ね、紹介していきたいなと、そういうふうに思います。はい。でね、まあね、今回はですね、まあそういうわけで、まあ前はね、獣におすすめにする本っていう感じでね、紹介していったかなと思うんですけどね。で、今回ね、児童書をね、中心にやっていきたいなと思います。はい。で、まあね、児童書って言ってもね、まあ基本的に YA 文学がね、中心になっていくと思うんですけどね。まあね、そういうわけでね、まあ最近はですね、まあやっぱり先ほど言った通り、休校関係、ね、関係でね、学生、小中高学生の方とかね、お休みの方多いかなと思うんですけどね。まあそういう中でね、やっぱりね、せっかくこう時間があるんだから、時間がね、たくさんある中、あるのであれば、やっぱりちょっと本を読んでほしいなっていうのはね、私個人のね、思いでもあるのでね、ちょっとね、まあそんな中でね、まあこう、本の新たな出会いっていうことで本をね、紹介していきたいな、そういうふうに思います。はい。でね、まあ、今回はですね、そういうわけで、5冊ほど、紹介させていただきますので、まあね、もしもね、面白そうな本、これ面白そうだなんて思った本、あとね、ぜひぜひね、探して、手に取って読んでほしいなと、そういうふうに思います。はい。ではですね、ちょっと前置きの方長くなってしまいましたが、紹介の方、続けさせていただきたいと、思います。はい。それではまず一冊目、こちら、友人トリザビスさん作、ヘレン・オクセンバリーさんへの3匹の可愛い狼でございます。はい、こちらですね、かの有名な童話、
三匹の子豚がね、ベースのね、まあパロディ絵本になっておりましてね。まあね、皆さんね、ご存知の方多いと思うんですけどね、三匹の子豚はですね、三匹の、ね、まあ子豚、主人公たちがですね、それぞれですね、いろんな材質のお家を建てて、そこをね、悪い狼が襲撃していくっていうね、そういう感じでね、話のストーリーなんですけどね。まあ、こちら三匹の可愛い狼。こちらのパロディ版の方はですね、面白いことにこの両者の関係逆転しておりまして、ね、まあ、主人公たちがもうこちら表紙にもなっている、三匹の、狼、子供の狼で、悪役の方がですね、悪い大きな豚っていうことで、ね、まあ、ストーリーはね、そのまんまでしてね、狼の建てた家を豚が襲撃していくっていうね、そういう感じの話になってまして。で、こちらね、面白いのはですね、3匹はですね、それぞれ、1匹が、1つずつ家を建てるんではなく、まあ、3匹で協力して、家を建てるんですけど、まあね、いきなり、まあ、原作の方はですね、レンガのお家が最強だっていうことでね、話が終わったんですけどね。まあね、こちらのね、狼たちはね、まあ、なんとね、最初から、レンガのお家を建ててしまうんですよね。で、なんですけど、やっぱりね、そこで、豚はね、なんとね、ハンマーを取り出して、この、レンガのお家をね、粉々に砕いてしまうというね、それね、かなり、飛び抜けた、ストーリー展開になってますね。まあ、その中でね、まあ、狼たち、ね、どんどんね、頑丈なお家を建てていって、まあね、そこでね、自分たちが安心して暮らせる、住処っていうのをね、追い求めていくっていうね。そういう感じのストーリーになってますね。まあね、そこら辺のね、なんていうのかな、こう、むちゃくちゃ具合とっていうか、でね、そこら辺がね、面白いっていうのと。あとね、ちょっとね、ラストはね、こう頑丈なだけでは、いい家は建たないっていう、なんていうかな、こう、読者に、直接訴えかけてくるよね。そういうね、メッセージ性もね、非常に強い作品になっておりますのでね。こちらね、大人から子供まで、ね、楽しめる。そういう感じのね、楽しい本になっております。はい。こちらね、絵の方もとても可愛らしいのでね、皆さんぜひぜひね、この狼たちの可愛い姿見ていただけたらなと、そういうふうに思います。はい。はい、続きまして、こちら、ジョン・トプセルさん作、ドラゴンの飼い方、育て方でございます。はい。まあ、こちらはですね、タイトル通りでございます。はい。まあね、各、世界各地に住む、ドラゴンをね、飼育するために必要なね、施設とか、物品とか、ね、そういうものをね、細かく、ね、解説した本になってましてね。まあね、ほんとね、まあ、いわゆるね、ほんと架空のハウトゥー本みたいな感じのね、作品になっておりましてね。まあね、こちらもね、ドラゴン好きな方とかね、ファンタジー好きな方、ぜひぜひお勧めできる作品かなと、そういうふうに思います。はい。ちなみにですね、私はですね、これを読んだとき、自分にドラゴンを飼うことは不可能だなって、そういうふうに思いました。むちゃくちゃ金かかるしね、すごい大変です。はい。ぜひぜひ、読んでね、そこら辺も、確認していただけたらなと、そういうふうに思います。はい。はい。続きまして、3冊目、こちらですね。ミヒャエル・エンデさん作、モモでございます。はい。まあね、こちらね、私ね、ミヒャエル・エンデさんのね、90周年だったかな、の時のね、記念動画でね、紹介したかなと思うんですけどね。まあね、こちらですね、まあ皆さん、ね、結構有名な作品なんでね、ご存知の方多いかなと、そういうふうに思うんですけど、まあ私の方はですね、まあね、主人公モモがですね、時間泥棒という、まあね、人々の時間を奪い、まあ、人々の時間を奪っていく、まあね、そういうね、集団を、ね、追いかけて、ね、みんなの時間を取り戻そうとするって、ね、そういう感じの、ね、話なんですけどね。まあね、ミヒャエル・エンデさんね、ほんとね、たくさんファンタジー小説出しておりまして、どれもすごい面白くて、こちらもね、物語すごい、ね、独創的、かつね、奥深い、そういう感じの世界観で、ね、十分、ね、ファンタジー好きの方ね、ぜひぜひね、読んでない方いたらね、読んでほしいなって、そういうふうに思う作品なんですけどね。まあ、こちらもね、同時にですね、すごいね、メッセージで書くんでありまして。まあね、こちらね、刊行されたのもだいぶ昔なんですけど、まあ、ほんと現代に通ずる話
ていうのがたくさんありまして、まあ、ね、本当現代だからこそ読んでほしい、まあね、そういう感じのね作品になっております。はい、まあ本当ね、あの時間に追われ、私たち時間に追われてなかなかねこういう、まあね、不調、あの本当になんて言ったらいいかな、こう予測できないような時代っていうのが発生しないか、発生しないでもない限り、あのなんてこう時間をね、あの有意義に、有意義と言いますか、自由に使うことができないっていうね、そういうような、まあね、ちょっとね、なんか息苦しさを感じているんじゃないかな、そういうふうに思うんですけど、まあそういうね、息苦しさの中で、まあこう、時間ってのは何なんだろうとか、ね、自分たちの幸せって何なんだろうとか、そういうものをね、考えさせてくれるような、そういう感じのね、作品になっております。はい。こちら、ぜひぜひ読んでみてください。はい。はい。続きまして、こちら、辻村美月さん作、鏡の古城でございます。はい。まあ、こちらね、まあ、中古向きかなって思うんですけどね。まあね、あの、私はね、好きなね、あの、某紀伊国屋書店さんのね、ね、特集でもね、あの、YM 決定ことで紹介されてるんでね。まあね、私の方もね、こちら紹介しようかなと思うんですけどね。まあね、こちらはね、ほんとだいぶ最近出た本でして、まあね、コミカライズ版の方も出てるらしいのでね、まあ、ご存知の方多いかなと思うんですけど。まあ、こちらですね、まあ、私の方、主人公はですね、いじめに遭い不登校になっている、まあね、女子中学生が主人公なんですけど、まあね、その中でね、まあ、不登校の中で、ちょっと、息苦しさっていうか、そういうことを感じている中、実質の鏡が、まあ、実質の鏡から、まあね、ちょっとね、不思議な空間に行けるようになりまして、まあ、その空間の中で、似たような境遇を抱えた、ね、少年少女と交流し、まあね、そんな中で、リアルというか、まあね、自分たち、現実世界の中で、こう、ね、その悩みとか葛藤とかを乗り越えていくっていうね、そういう感じの、作品になっておりまして。まあね、こちらに本当ね、主人公のね、心理描写、心的描写ってね、すごい丁寧に描かれておりましてね。まあね、私もね、もうね、高校卒業して、大学も卒業してからだいぶ経つんですけどね。まあね、当時の自分の悩みとかね、こういうことあったなっていうのはね、すごいね、思い出すような作品なんでね。まあ、もう現役のね、学生の方とかね、読んだらね、すごい、いろいろと感じることあるかなと、そういうふうに思える作品です。はい、こちらね、本当にぜひぜひおすすめしたい作品でございます。まあね、本当に大人の人もね、読んでね、十分に楽しめる作品でありますので、皆さんぜひ読んでみてください。はい。はい、続きましてこちら、最後のになります。はい、最後こちら5冊目、イ・ヨンドさん作、ドラゴンラージャーでございます。はい。はい。こちらね、ファンタジーの小説になってましてね。まあね、こちらね、まあ私が本当にね、ほんと中学、高校ぐらいの頃かな。2年流行ったね、作品になっておりましてね。まあね、ご存知の方、同世代でご存知の方多いかなと。そういうふうに思うんですけどね。はい。まあね、こちらね、あらすじざっくり紹介しますと、まあ、主人公はですね、とある最強のドラゴンが住む村、森に隣接する村の出身でしてね。まあ、ね、そこでね、そのドラゴンの村人がね、とある事件をきっかけに、そのドラゴンの人質になってしまい、そのね、村人を救うために、主人公たち仲間と共に、王都に向かうんですが、その王都の中で、ね、この国家間を争う、ね、そういうね、壮大な、問題に巻き込まれていくってね、世界中の作品になっておりますね。まあね、こちらで全12巻でね、非常に長い作品になっているんですけど、こちらね、文体の方はね、主人公一人称語りになっておりまして、まあね、結構、最近の、ノベル作品にね、近い、文体になっておりますので、ね、まあ本当に、結構ね、気兼ねなく、ね、スラスラ読める、すごい読みやすい文体になっていますので、まあね、作風の方もね、ほんと、だいぶ、なんていうかな、こう、RPG 寄りの、まあ、剣と魔法のファンタジーみたいな感じになってましてね。まあね、ほんと好きな方はね、そういうの好きな方とかね、ぜひおすすめできる作品じゃないかな、そういうふうに思います。はい。はい、こちらになります。はい。ちなみにね、こちらね、ほんと、タイトルドラゴンってあって、ね、たくさんね、種族とかも出てくるんですけどね。それの中でもね、人間のね、まあ、
テーマがね、人間とは何だって、人間とはね、どういう存在なのかってね、ちょっとね、人間哲学的な、要素を含んだね、すごいね、こう、奥行きのある、奥深い、ね、テーマが、ね、内在している、そういう感じの作品になっておりますんでね、まあね、こちらね、ファンタジー好きの方とかね、ファンタジー好きの方はね、ぜひおすすめし、まあ、それ以外の方もね、面白く読めるんじゃないかな、そういうふうに思える作品でございます。はい。では、こちらになります。はい。はい。それではね、動画の方、今回紹介したのはこちらで以上にさせていただきます。で、まだまだね、他にもね、おすすめの作品たくさんあるんですけど、まあね、いかんせんね、量が多いっていうのと、なかなかね、取り出せる作品ってのはなかなかないもので、まあね、本の方を整理しながらね、まあね、おすすめの本どん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 紹介してきたなと、そういうふうにね、思いますので、まあね、もしもね、また機会があったら、本の方を紹介してきたなと、そういうふうに思います。はい。それではですね、ちょっと長々と喋ってしまいましたが、時間の方もちょうどよろしい感じなので、本日はこちらでお別れさせていただきます。最後までお越しいただきまして、ありがとうございます。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。I'm not afraid to die.